あの昔流のシュレッコールにお付き合いいただきまして大変ありがとうございました。もう一点申し上げたいことは、国のエネルギー政策はデタラメだということです。9月の14日にエネルギー環境会議が新たな脱原発に向けた方針を立てたと言われました。しかしこれは30年代に脱原発ゼロと言われてますけれども、はっきりしてない、長すぎる、そして核燃料サイクルも維持をすると言ってる。また腹が立つのは、これを閣議決定しなかった、あるいはまたすぐに青森県の大間原子力発電所の工事の再開を決めたんです。皆さんどうですか、脱原発と言いながら新しい原子力発電所を作る、むちゃくちゃじゃないですか。矛盾だらけです。函館の市長にお会いしました。国のエネルギー政策は矛盾というようなものではない、支離滅裂だというふうにおっしゃってました。函館市長も裁判を起こしてでも行政の長として大井原発を断固として止めるというふうにおっしゃっておりました。大間の漁民も我々も反対だと、大間の漁民とも交流をしてまいりました。漁民も反対だということをはっきり言っておられました。私たちは諦めることなく大間を止めないとですね、いつまで原発が続くんですか。40年運転するとすれば2057、8年まで原発が続くんですよ。絶対に許すわけにはいきません。そしてまた国の政策でおかしいのは、脱原発と言いながら海外には原子力発電所を輸出をしていく、こんなおかしいじゃないですか。ダブルスタンダードじゃないですか。世界から物話題の種ですよ。今ベトナム、そしてヨルダン、リトアニア、日本の三菱や日立といった原子力資本は、これは国と一体となって原発を海外に輸出しようとしております。そして核兵器を持っているインドにもこの原発を日本は輸出しようとしている。まあ、先ほどもアピールがありました。今週の金曜日にはインドの首相が来て、また野田さんがその話をするんでしょう。我々は絶対に許すわけにはいきません。そして最後に申し上げたいことは、野田さんにも本当に裏切られた。しかし次出てくる安倍さん、自民党やそういう勢力はまた原発を復活させようとしております。ですから本当に年末に選挙があるかもしれない、どうか皆さん脱原発の候補を国会に送ってください。皆さん方と一緒に戦っていきます。どうもありがとうございました。服部さん、ありがとうございました。では続きまして、緑の党長谷川ういこさん、お願いします。皆さんこんにちは、緑の党の共同代表の一人の長谷川ういこです。皆さん、私は今年の7月1日ここにいる多くの人たちと同じように、この雨の中に大井原発のトンネルを封鎖するバリケードの中にいました。全国から駆けつけた若者たち、そして小さい子供を連れたお母さんたちが私と一緒に再稼働反対の声を上げ、大井原発のバリケードの中にいました。同じように東京では20万人以上の人たちが官邸前で再稼働の反対を訴えていました。しかしそれにもかかわらず、その20万人の声を政府は無視をし、そして大井原発前に座り込んだ私たちを一人一人強制排除して再稼働を強行したんです。皆さん思い出してください。それにもかかわらず、そして福島であれほどの人たちが苦しんでいるのにもかかわらず、
誰一人として逮捕されていません。そして罪に問われてはいないのです。政府が行っているこの再稼働、そして福島の人たちを苦しめているこの状況、そして被爆、これは全てではないですね、ほとんどが合法的法の名のもとに行われているのです。ですから私たちは法を変えなければならない。そして法を変えられるのは政治を変えなければ実現しないのです。私は政治を変えるために緑の党を選び、この7月28日に緑の党を結成しました。そして国政選挙にチャレンジすることを緑の党として決めました。皆さん、もう一度言います。私たちが今ここに置かれている状況、これは全て法にのっとったこととして行われている。ですから誰も罪に問われないのです。私たちは法律を変え、この再稼働を強行した人たち、そして福島の事故を起こした人たちを罪に問わなければなりません。インドの独立を成し遂げたガンジーが言いました。不当な法に従わなければならないという迷信を取り除かない限り、私たちの隷属状態は続くと。今の日本も同じ状態です。デモはすごく規制されます。皆さん、私たちと一緒に法を変え、政治を変えましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、ストップ大井原発再稼働現地アクションの方からアピールお願いします。ストップ大井再稼働現地アクションの高瀬です。滋賀県から来ましたけど、知ってる人何人かから、滋賀県から大井町へ住所を移したんかという言われるぐらい、10回か20回かちょっと数えきれないぐらい大井町に入っています。で、5月26日の経産省に対抗するもう一つの住民説明会、そして6月30日の大井町始まって以来という700人も達する大デモを敢行しました。それと同時並行の形で、今長谷川さんから報告がございましたように、若者たちのゲート前封鎖が果敢に戦われました。大井3号4号が再稼働されても全国の商店だから大井であることには変わりはありません。大井町を、大井原発を止めることができれば、全国の原発を止めることができます。私たち年金生活者は何も失うものがありません。足腰が立っているうちは命を懸けて元気よく戦い続けます。共に戦いましょう。以上です。どうもありがとうございました。皆さん、ちょっと明るくなってきて虹が出てるそうです。それでは続きまして、大阪この花発ストップがらき近畿ネットワークから、司会を一緒にやっていただいている大山さんの方からアピールいただきたいと思います。皆さん、お疲れ様です。私は大阪この花発ストップがらき近畿ネットワーク雨女代表パオンです。今日は雨です。申し訳ございません。私たちは、放射能で汚染された、瓦礫の拡散に反対をし続けて、負けてとうとう大阪決戦まで持ち越してしまいました。大阪市役所の前で8月から毎週火曜日5時から抗議行動を行っていましたが、夏の時点でこんなに寒くなるまで毎週抗議の声を上げているとは本当に思いませんでした。北九州で燃やされ、静岡全域で燃やされ、そしてつい最近福井県の敦賀市、高浜市とうとう瓦礫燃やされてしまいました。福島の事故で汚染を免れた地域を守ることがどれだけ被災地の人たちの力になるか、私たちのやっていることは決して地域エゴではありません。13日の火曜日、あさって
市から大阪市から、一応市権焼却前の最後の住民説明会であろう説明会が行われます。火曜日は大阪市役所前の抗議行動をせず、この花区での住民説明会の方に全勢力を結集してなんとか粉砕したいと思います。もちろん民主的な、合法的なといいますか、民主的なやり方はおそらく仲間のうち全てがやり尽くしました。それでも橋下徹の瓦礫の受け入れは一向に止まる気配を見せません。大阪市が汚染されてしまえば関西全域に汚染広がって、反原発っていうこの今ここで関連前で声を上げている人も人数も絶対に減ってしまいます。そんなことやってはいけません。瓦礫の大阪市での受け入れを絶対に粉砕して、反原発、反被爆、反放射能の声をもっともっと全国で皆さんで上げていきたいと思います。13日、今週の火曜日はこの花区民ホールに皆さんぜひ集結をよろしくお願いします。それからもう一点言っておきます。ご存知の方も多いと思います。10月5日ここ関電前で一緒に抗議の声を上げていた私たちの仲間、瓦礫問題でも一緒に取り組んできた仲間が不当に逮捕され、とうとう起訴までされました。天満署はじめ大阪府警のやること、日本政府のやること、本当に許せません。今ありがとうございます、関電前での逮捕者へ向けたカンパも集めさせていただいてます。もう起訴されてしまいましたので裁判費用とか多額のお金がかかります。どうぞ支援をよろしくお願いします。ありがとうございました。不当逮捕関連でいくつか合わせて報告します。大井原発の再稼働を阻止するために大井原発のゲートを封鎖した仲間の一人は3ヶ月も経ってから逮捕され、今現在福井で拘留されております。起訴されているんですよね。はい、また今回関電前の10月5日に今報告のあった不当逮捕の件がありました。これは動画の証拠も抑えられているように明らかな警察の捏造による逮捕でした。他にもすぐに釈放されたケースも含めれば多くの不当逮捕が行われています。大阪府警から関西電力に天下りがたくさん入っているということも皆さんご存知だと思います。原発権力の裏には警察権力があります。この国の歪んだ仕組みもろとも変えなければ原発も止まらないし、放射能の拡散も止まりません。ぜひとも瓦礫粉砕、警察反権力、不当逮捕への反対、ぜひ原発と合わせて一緒に戦っていければと思います。どうもありがとうございます。ストップザモンジュ池島さん、アピールお願いします。皆さんお疲れ様です。ストップザモンジュの池島です。皆さんのたくさんのいろいろなアピールを聞いて元気づけられたり、いろんな思いで受け止められたと思います。私自身この運動に取り組んで30年以上になりますが、原発の危険性の中でもとりわけ危険で無駄なモンジュについて取り組み始めて23年になります。そしてその長い戦いの中でようやくやっともう文字を廃炉にできそうだというあと一歩というところまで来ていたのです。ところがどうでしょうか。この 2,3 日の新聞の報道で文字は向こう8年間運転を続ける、試験運転を4年、本格運転を4年続けますという機構の発表がありました。
当に文殊というのはまるでゾンビのようではありませんか。死んだかと思っても生きている、こんなものを本当に一刻も早く廃炉にしなければもう一つ大きな問題があるんですけれども、この文殊に関してはお知らせとして12月8日に毎年現地で行っている全国集会があります。ここで例年にない大きな怒りの声を上げていきたいと思います。ぜひ皆さんご参加ください。もう一点あります。これは本当に悔しい話ですけれども、福島4号機の核燃料の問題です。あまりにもことが大きすぎて重大すぎて多くの人がこのことに取り組んでいません、残念ながら。けれども8月に服部さんのお力添えで国会の議員会館で行ったヒアリングの中で私たちの質問に対して東電と国は何と言ったか、海外の優秀な技術者たちが本当に心配しているこの福島4号機によるジルコニウム火災というものについて東電も国も知らなかったんです。もちろん対応策など取っておりません。このことについて続いて今署名に取り組み、そして今月22日に2回目の院内集会を行います。ぜひ皆さんこのことについて本当に関心を持ってください。311の時のアメリカが80キロに避難せよと在日米人に勧告しました。覚えていらっしゃいますか。あの理由がまさにここにあるのです。あの時は奇跡的に助かりましたけれども、まだ全然解決していない。4号機は30メートルの高さにあるプールボロボロです。次の余震に見舞われたら絶対に水が漏れて大惨事になってしまいます。時間がないそうですので終わりますけれども、ぜひストップ・ザ・文殊のホームページを見て詳しいことを知ってください。そしてガンダーセンさん、アメリカの方が書かれた本も読んでください。日本を破滅から救うためにみんなで頑張りましょう。じゃあ、雨女の私がコールをしてもいいということなので、もうちょっと温まっていきましょうか。では皆さん元気出していきましょう。原発いらない、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 瓦礫もいらない、瓦礫もいらない、瓦礫もいらない、原発いらない、原発いらない、原発いらない。
もうあと残りアピール4人になりました。反戦、反貧困、反差別共同行動、京都の方からアピールをいただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ続きまして、すいません、関西共同行動の古橋さんのアピールお願いします。皆さんお疲れ様です。今日雨の中ですけれどもね、この雨の中でこういう集会やったということに僕自身も感動する部分がありますし、しばらくの間はこの日のことは多分語り継がれるんじゃないかというふうに思っております。パンさんのおかげだというふうに思っております。関西共同行動です。関西共同行動は80年に生きて反戦のテーマを中心に動いておりますけれども、今度の3月11日のことのすぐさま私たちは小出さんに、インタビューを持ち込んだわけです。原発の話をということでもあったんですけれども、そこでも書いてありますけれども、原発は努めて軍事の問題なんだと、つまりどうしてこれだけご利用するかというに対してはやっぱり日本のないしアメリカの核政策というものが根底にあるんだということであります。最近のそのすぐさまの核のゼロにするということで言ったときに、石破元防衛省長官、現在の自民党の幹事長ですけれども、どういったか、つまりこの核を廃棄するということによって、いわゆる核開発、つまり原爆の開発もノウハウを捨ててしまうことになるんだと、だからそのオプションを捨てるべきじゃないという露骨に言ったわけです。もう一つさらに言えば、原子力基本法においても我々に十分に議論することもなく変えられた平和のためにという条項が安全を利するためにという言葉に変えられた。これについては日本では十分に議論されなかったけれども、しかしむしろ外国の方が敏感に反応した。安全を利するためとは何なのか。かつて戦争においてやっぱり邦人の安全を守るため、つまり戦争ではないんだと、その安全を守るためだということによって戦略したと、戦争で侵略していたという経緯を見れば、この安全を利するためということが一体何を意味しているか、まさにアジアこそがそのことを忘れて覚えているということを、もう一度我々自身は現在この核の問題が務めて軍事の問題と密接に関係しているということを改めて確認しながら、関西共同行動としてはその問題を追及しつつ皆さんと共に戦っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。次移る前にちょっと報告をします。本日の集会の参加者、西梅田公園、700人、この関電前には約1100人が集まったという声をいただきました。雨の中どうも皆さんお疲れ様です。そして、両方の集会で皆さんにいただいたカンパは、14万円を超えたということで本当にありがとうございました。正確なカンパの、いただいた金額についてはまたブログの方で報告いたしますので、ご覧ください。したら続きまして、ちょっと待って、放射能瓦礫、関西ネットからお願いします。昨日橋本市長は、広島市での、インタビューか何かでこんなこと言ったそうです。非核三原則のうちアメリカから、核の持ち込みを容認するようなこともあると。そして、その容認については国民の信を問わなければならないというようなことを広島市で平気で言ったそうです。こんな人間が大阪市での瓦礫受け入れ3万6000トンの受け入れを独断で勝手に決めてるんです。大阪市が岩手県から瓦礫を持ってくるには議会の議決が必要ですが、それすらもせずに勝手に契約をしました。今月の下旬には100トンの試験焼却を予定しています。あさって13日にはアリバイのためだけの説明会も行われます。橋本市長はこんなことを言ってます。市民がちゃんとした手続きで申し入れなりすれば対応すると記者会見の場では言ってますけど、
反対派は去年の秋からずっと正当な手続きをして無視され続けてます。市が開催する説明会でまともな回答がない、いい加減な対応をされたので、僕は8月30日の説明会で最後まで残りました。そして機動隊に強制排除までされました。僕たちには彼に対して瓦礫の受け入れ反対といくら言っても彼は聞く耳を持ちません。大阪市は、おとといの議会でこんなことがありました。先月大阪市が行ったラボ実験で放射性セシウムを使ってないから放射性セシウムを使うようにと、そういう市民の声が大量に寄せられた。しかし放射性セシウムを、実験にラボ実験で使うには 500mg が必要。しかしその 500mg は規制があって取り扱いができないと言ってるんです。こんな危ない塩化セシウムを、そういうセシウムのついた瓦礫を3万6000トンも USJ のすぐ近くの舞洲で燃やすなんていいわけないじゃないですか。どう考えたって矛盾してますよ、言ってることは。僕は皆さんにこれだけお願いしたいです。11月下旬に試験焼却、これがされれば彼らは安全でしたというインチキデータを揃えて来年2月から3万6000トン燃やします。止められるのは今しかありません。今日自宅に帰られてから、あるいは明日からでも結構です。維新の会の支援事務所に抗議の電話をじゃんじゃんかけてください。橋本は国政に打って出ようとしていますから、自分の支持を最大限今気にしています。それに対して我々が明確に脳を叩きつけることが一番瓦礫ストップの力になります。お願いします。ありがとうございました。皆さんぜひ大阪を助けてください。お願いします。続いて、止めよう原発関西ネットワークから、ハンさんのアピールをいただきます。皆さん雨の中お疲れ様です。連日の行動もあって僕も含めてですけども、皆さん非常に疲れてると思います。でも疲れてても私たちは次から次へと立ち上がる行動、誰に強制されるわけでもないのに出かけて行ってます。また自分から新しい行動を作って呼びかけたりしてます。なぜそこまでやってるのかといえば、生きるためです。当たり前の話として被爆して健康に被害がなくて問題がないというならば、私たちは原発の行動をする必要はありません。ところが現実はチェルノブイリの汚染とそこから出てきた被害者の数、約25年間で100万人と言われている。それと比較して推測すれば、簡単にこの国で400万以上の人がやはり同じような20年くらいの期間で命を失うだろうということが予測できてしまいます。そういうどうしようもない絶望的な現実が目の前にありますが、原子力産業が原子力を続けるために放射能の拡散を推し進めるというデタラメなことをやっている。私たちはこれを全力で止めないと生きていけません。大阪で言えば特に今迫っているのがですね、放射能瓦礫、その受け入れです。到底受け入れられません。放射能瓦礫をですね止めるためには
それほどたくさんの機会はもう残されてません。その中であさって13日の先ほどもからも何回も言われてますけども、此花区における住民説明会、ここで決定的なダメージを原子力産業、それにおもねる橋本徹に与えなければおそらく止まりません。そしてここで止まらなければ数年後にですね、振り返ってあの時原発の運動が収束に向かっていったその転換点は大阪の11月だったと言われますよ。私たちは原発、原子力産業を全て解体していくためにこの瓦礫の受け入れを確実に止めます。全力でいきましょう。どうもありがとうございました。予定していた発言者は全て終わりました。最後に私たち司会から挨拶まとめさせていただいて、発言の方終わります。何度も出ている瓦礫問題、大阪市で3万6千トンを燃やすと言われています。そのことだけでも大変な量ですが、しかし私たちはそれで終わるとは思えない。そこにこの問題のより大きな重大さが隠れています。現在原子力産業は東電の事故で大量に放出した放射能、そしてそれによって関東東北各地が放射能で汚染されている、その中でとても処理のしきれない大変な莫大な量の放射性廃棄物を抱えています。それを真剣に処理するならば原発事故がとても引き合わないということは火を見るより明らかです。逆に言えば彼らがなぜ瓦礫を拡散したいのか、そこに答えがあります。放射能を薄めてばらまけば安全だというキャンペーンによって反省なき彼らは今後も原発を使い続けようとしているんです。この問題は瓦礫だけではありません。放射能というものをこれから私たちが命を守るために真剣にばらまかないように真剣に管理して、次の時代の子どもたちにいかに少しでもマシな状態で私たちの暮らせる環境を残せるか、それとも金のためにそれを残らず粉砕されてしまうか、その瀬戸際の戦いだと思っています。瓦礫の中では、瓦礫の問題を通じて被災地支援だと、被災地の人々を人質に取った形で私たちは放射能を押し付けられようとしています。これを受け入れれば、これを既成事実として、東北関東各地の大変な放射能廃棄、放射性廃棄物はどんどんと燃やされ埋められていくでしょう。これは震災瓦礫だけではないんです。放射能のばらまきを許さない、被爆脅威を許さない、その先に原発を使い続けることを許さないために、今全ての反原発反被爆全て結集して戦わないといけないと思います。ぜひ大阪を助けてください。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。雨もちょっと小降りになってきてやんで、雨女なのにすいませんという感じですけども、雨の中本当にお疲れ様でした。もじもじ先生の後に喋るのはすごく心がなんというかあれですけども、さっき、車椅子に乗った障害者の、古井さんから教えていただきました。12月の15日ぐらいですかには、福島に IAEA がやってきます。それで、福島原発のあの事故はなかったことにされようとしています。そういう動きもあります。古井さんは行かれるということで、はい、応援したいと思います。もう一点、下地さんからもありました通り、ここの大阪では本当に瓦礫問題が本当の本当に山場です。大詰めです。火曜日は、この花区民ホールである住民説明会、きちんとアナウンスを市の代わりにやっておきます。参加できるのは大阪市民のみ、大阪市に住んでいるという、何か、免許証なり、郵便物なりが必要です。開始時間は6時から受付、7時から、スタートです。
橋下徹は一応来ない予定となってますが、大阪市は橋下は遅れるのに市民が遅れたは絶対入れてくれませんので、受付6時から7時からの、スタートということで、住民説明会は行われます。大阪市民で参加される方は、その点ご注意ください。市のホームページに書いてあったので丁寧に、ご説明を代わりにしといてあげますけども、中にあるこの花 の, あの図書館は5時半に臨時閉館するということです。っていうことをわざわざ反対している私たちが言わないぐらい、大阪市は全てを隠そうとしてホームページにパッと載せただけで、大阪の人にも他の人にも一切知らせずにやろうとしています。そんなこと絶対に許されません。皆さん本当に、雨の中お疲れ様でした。私はあまり話すのが得意じゃないので、そのまま、少しコールをして締めるというのはどうでしょうか。はい、ではまあまあ、この後閉めた後も、関西電力への抗議このまま続けるという動きもありますので、皆さん体調と相談して、はい、もう機材揃えてくださってるんで分かると思いますが、あとライブももちろんありますので、はい、八曜日中にも皆さんでライブもありますので、そのまま残る方は残ってやっていきましょう。ではコールさせていただきたいと思います。原発いらない、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 瓦礫もいらない、瓦礫もいらない、石原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 いらない。
雨の中どうも皆さんありがとうございました。今ゼロ規模レーベルの上杉さんが、リハーサル中でございます。じゃあそろそろ始まるそうです。残られる方は楽しんでください。